それは書物に記されたかつてのリーウェのことです。海は妖魔に侵され、山は水地に奪われました。それに対し元王帝君は仙人を召集し、世界を取り戻そうとされたそうです。伝説によりますと、帝君がその時に放った言葉は、魔と神が入り乱れし、この世の中、己と天下を見極め、属性を知見する。天道万象。世の塵を払い、民を守る。それはリーウェ最古の契約。そして今、最後の契約もすでに定まった。